よりによってビッグマムとカイドウは長年犬猿の仲。戦国さん、ロックスって。そうか、ロックス海賊団とは、大昔海賊島八の巣にて一つの儲け話のためにかき集められ生まれた個性の集団。メンバーは船長ロックスを筆頭に、若き日の白ひげビッグマム、カイドウ、奴ら三人は昔同じ海賊船に乗っていたんだ。信じられない。なぜそんな奴らが歴史の勝つ。船長ロックスの野望は世界の王。まるでテロ組織のように世界政府に牙を向き、運命の事件は38年前ゴッドバレーで起きた。その島で壊滅したとニュースが報じたのだ。誰も止めることができなかった悪の進撃を海軍中将ガープという男が止めた。そこが数あるガープ中将の英雄伝説の始まりだったのか。その戦いで海賊と手を組んでしまったこと。海賊と。ガープが大将の座を拒否し続ける理由の一つは、天竜人の直属の部下になってしまうからだ。そこに居合わせたガープとロジャーが手を組み、ロックス海賊団を打ち破った事件。天竜人に、ロジャーに、ロックス。ゴッドバレーという地名は現在地図にも記されていない。跡形もなく消えているのだからな。世界政府が隠したかった島が消えてなくなった。かつてロックスという野心家が世界の王を目指し、我々世代の一部の海兵の記憶の中に眠っているだけだ。にとっても最初にして最大の敵だったのかもしれんな。ロックスのフルネームはロックス・D・ジーベック。しばしば現れる D の名を持つ海賊だった。